今回は水道水と浄水器についてお話しします。皆さん、水道水とペットボトルのミネラルウォーター、どちらの方が安全だと思いますか？実は水質基準が厳しいのは水道水の方なんです。水道水は水道法という法律で管理されています。51の水質基準項目の他にも水質管理目標や要検討項目も設定されていて、かなり厳しく管理されています。ミネラルウォーターは細かくは4つに分類されますが、すべて清涼飲料水の中に含まれます。ジュースや炭酸飲料と同じ扱いで食品衛生法で管理されています。こちらの基準項目は水道法よりも少なくて、基準も緩いものばかりです。水道代の平均額は地域によって違います。ある調査によると、水道料金の差は地域によって最大8倍もあるそうです。それでも大体の平均値として1リットルあたりの水道代は 0.1 円から 0.2 円ぐらいです。ペットボトルのミネラルウォーターが2リットル100円で売っていたとすると、水道料金との値段差は250倍から500倍。500ミリリットル50円のペットボトルのミネラルウォーターなら、水道の水より500倍から1000倍も高いということになります。じゃあ、そんな高いペットボトルのミネラルウォーターなんか飲まずに水道の水を飲めばいいのかというと、そうとも言い切れないところがあるんです。水道水の水質管理はペットボトルのミネラルウォーターより厳しく管理されているとは言っても、それはあくまでも浄水場を出た時点でのことです。そこから家の蛇口までの水道管はどうなっているんでしょうか？こんな写真を見たことはありますか？これは地中に埋まっている水道管を交換したらこんなに錆びてたという写真ではなくて、フェイクニュースに載っていた写真です。工業用水の配管だそうですので、安心してください。水道管にはいくつか種類があって、浄水場から家の蛇口までは排水管と給水管を通ってきます。各家庭に分岐するまでの排水管の方は、各地域ごとの水道事業をしている団体が維持管理してくれますので、40年を超えたものを交換したとしてもこれぐらいで済みます。問題は個人や集合住宅の所有扱いになっている給水管の方です。給水管の耐用年数は材質にもよりますが、だいたい40年ぐらいです。もし今あなたが住んでいるお家や集合住宅が築40年を超えているなら、かなり劣化が進んでいる可能性が高いです。ただ建物の中にある給水管は漏水が起きてしまうまで劣化具合がなかなかわからないそうです。これはあるマンションが大規模修繕の前に調査診断した時の写真です。しっかりとした調査をする場合は、このようにサンプルを切り取って確認します。またサンプルの切り取りまではしなくても、ビデオスコープによる調査でもこれぐらいの状態にあることはよくあるそうです。排水管が曲がっている箇所や継ぎ目では、こういった錆による動脈硬化みたいなことがよく起こっているとのことです。この状態を放置しておくと、水道水の出始めが赤くなってくることがあります。こんな水道管を通ってきた水で作った料理を食べたいと思いますか？住んでいる建物が集合住宅の場合は、もう一つ問題の場所があります。マンションの中で一旦水を溜めておく
受水槽や硬化水槽です。貯水タンクがあると災害時などに水が止まってしまった時でもしばらくは給水できたり、硬化水槽なら高い階層でも水圧が維持できたり、停電時でも水が出せたりします。ただしメンテナンスが必要です。貯水タンクの容量が10立方メートルを超えるものは水道法で毎年1回以上の定期的な清掃、設備点検、水質調査を受けることになっています。でも年に1回ですよ。硬化水槽などを清掃している業者さんによると、水垢やぬめりはもちろん虫の死骸まで浮いていることもあるので、見たら水道水が飲めなくなるからいるもんじゃないという状態になっているそうです。多分少なくとも硬化水槽の水を直接コップですくって飲んでみたいとは思わないでしょうね。お話ししてきたように、水道水の水をそのまま飲んだり料理に使うことはおすすめではありません。かといってビルトイン式とか置き場所を取るような浄水器を使わないといけないということはありません。もちろんその方がいいことは間違いないんですが、マサトパパとしては最低限の不純物やサビをろ過してくれればいいと考えています。要はそれなりのフィルターさえ通せば OK ということですね。おすすめはこういう形で蛇口に直接取り付けて浄水と普通の水を切り替えができるタイプです。ほとんどの蛇口に取り付けできますが、一応購入前には自分の家の蛇口が大丈夫かどうか確認しましょう。フィルターの入ったカートリッジは2ヶ月から1年ぐらいで交換します。カートリッジによっては塩素や他の物質まで除去してくれるものもあります。塩素は消毒剤として人体に無害な程度の少量が水道水に入っています。カルキ臭の元にもなりますので除去してしまってもいいんですが、その場合は消毒効果がほとんどなくなって雑菌が繁殖しやすくなります。水筒などに入れて持って出かける場合などは注意しましょう。ではおすすめの浄水器を3つ紹介します。1つ目はパナソニック TKCJ12 です。カートリッジの交換目安が1年または4000リットルと長持ちなのが特徴です。使用可能残量が一目でわかる液晶表示付きの TKCJ22 もあります。浄水器のおすすめ2つ目はクリーン水モノシリーズ MD111 です。使いやすいシンプルなデザインが特徴です。デジタルモニター付きの MD311 もあります。浄水器のおすすめ3つ目はトレビーノスーパースリム SX705T です。旧モデルよりスリムになって手元が見やすくなっています。タッチレバーで水流の切り替えが簡単な SX904V もあります。おすすめのモデルは概要欄にリンクを載せておきますので、よかったら見に行ってもらって参考にしてください。今回は閲覧注意画像あり、これを見ても浄水器なしでした。これからも知らないことで損をしないための守りの知識を紹介していきますので、まだの方はチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。ではまた別の動画で。